この番組はヒューマン株式会社神奈川クリニックとご覧のスポンサーの提供で、あらゆる危険物を用いて相手レスラーに残虐行為の限りを尽くす男がいる、ミスターポーゴこと本名関川哲夫、今まで謎のベールに包まれた極悪大王の本音が今夜初めて語られる。うちの親父さんはな、政治家だったんだよ。でもうちの親父はな、真面目な、汚職もしなければ何もしないな、本当に人のためになやってきた本当の政治家だったんだ。それが俺が大学3年の時に死んじまいやがった。だけどな、よく聞け、俺がなその時思ったんだよ。選挙中にな死んじまったんだよ。ものすごい莫大な借金抱えて死んじまいやがったんだよ。その時に俺のお前さんの第一秘書がな、俺のことをなお坊ちゃんお坊ちゃんって言ってたな。その第一秘書が俺のことをウドの大木って呼びやがったんだよ。畜生、それから俺はな、何とかしてやろうと思った。人のためじゃねえ、てめえで生きてやると思った。たまたまな、その時に親父の葬式に会ったやつがいるんだよ。誰だかわかるか。浜田だよ、グラン浜田。あいつら葬儀屋に勤めてたんだよ。俺あいつと中学の時から柔道仲間でな、ライバルだったし、あいつもあんな葬儀屋なんか勤めてしょうがねえだろう。そこで俺と浜田でプロレスラーになろうか、養子になってやろうじゃねえか。それで俺は二人で新日の門叩いたんだ。浜田と共に入門テストに合格した関川はデビュー後わずか1年で新日本プロレスを離脱する。別に俺は新日を離脱したとかそういう問題じゃなくて、俺はな昔からこんな島国なんか痛くなかったんだよ。俺アメリカっていう大陸に行って何かしたかったんだ。それだけのことだ。単身渡米した関川だが、不遇の時代が長く続く。そんな中、ある企てを思いつく。昔いたじゃねえか、グレート東郷っていうのが。アメリカじゃな、あいつが最高のヒールで、ものすごいヒールでな、切られたんだよ。よし、じゃあ俺はグレート東郷なんだかってミスター東郷でやってやるじゃねえか、そう思った。そしたら案の定どうだ、東郷っていう名前聞いただけでテリーフォンク、ドリーフォンク飛びついてきやがったよ。だけどな、そこでもう一つ言っとく、テリーフォンク、あいつが俺にグレート東郷よりももっともっとどぎついヒールになる、そして客の集める、本当に客の集められるレスラーになるように、トップのヒールになるようにとして、俺をミスターポーゴーとつけてくれと、それがゆえんだ。ヒールとして全米を制圧したポーゴは、その矛先を日本マットに向け、国際プロレス、新日本プロレスと暴れ回った。そしてその後の運命に大きく関わる大仁田敦史率いる FMW と出会う。そうだな、俺がな、確か90年か90年な1月にビザの書き換えで日本に来た時に、何か FMW っていう会社ができて、そこで大仁田がデスマッチを売ってる、デスマッチ路線を走ってると聞いたんだよ。なめんじゃねえよ、何がデスマッチだ。俺みたいにな、アメリカでやってきた本当のな苦労を知っている男記者、デスマッチつもできねえんだよ。ふざけんじゃねえぞこの野郎。俺は大仁田に頭が来たよ。俺は大仁田にとことん挑戦するつもりで
あいつをぶっ潰すつもりで初めて参戦した。それが始まりだ。大仁田との交渉は日本マット史に残るまさに血で血を洗うかのような様相を呈した。そんな中、宝吾は何を思い大仁田との死闘を繰り広げていたのだろうか。俺初めてな、大仁田の目を見た時、正直言ってビビったよ。あいつは何もなかったよ。本当の飢えた狼、そういった感じの目をしてたな。だけどな、俺もな、負けちゃいねえぞ。あいつの目を見た時、俺の闘志が燃えたんだよ。この野郎、いい目してやがるじゃねえか。てめえぶっ潰してやる。そう思ったな。FMW 参戦とともに、ポーゴのデスマッチロードは始まった。一体ポーゴのデスマッチ論とは。てめえデスマッチって言うけどよ。デスマッチっていうのはな、本当になやるやつがな、本当のデスマッチをやるレスラーが一度はとことん落ちぶれて、例えば俺がそうだよ。落ちぶれた、嫌っていうほど落ちぶれた。鬼田、あいつもそうだった。本当に落ちぶれて落ちぶれて落ちぶれ抜いた人間っつうのはな、何とかできるか。人間切羽詰まればな、人殺しだってできるんだよ。それ分かってるか。そういう気持ちを持った人間じゃなかったらな、デスマッチなんてできねえんだよ。何、今三条団体ある、何、他の連中が何デスマッチをやろうとしてる。なめんじゃねえぞ。100万年早いんだよ。あいつらにな、俺らのな気持ちが分かってたまるか。俺らがなやってきたな、本当に落ちぶれて落ちぶれて食うもんも食わないでな、そういう体験をしてきたな。レスラーが何人いる。そいつらがデスマッチをやるふざけんじゃねえ。一度死んでみろそいつら。青コーナー200。1991年6月、ポーゴは FMW との契約を一方的に破棄して離脱。反大仁田を旗印に新団体ウィングを旗揚げした。この男にとってウィングとはどのような意味を持っていたのだろうか。パイルドライバーだ。そうか、ウィングか。そういえばそんな団体もあったな。確か1991年8月旗揚げか。大仁田よ、てめえ今でも俺がダブルクロスして FM を離脱してウィングを作ったと思ってるだろう。だけどな、違うんだよ。ここで一つ面白い話してやろう。ウィングのエースとしてFMW 潰しのため、そして自分たちが天下を取るために奮戦していたかに見えたポーン。しかし衝撃的な事実を今語り始めた。よく聞けよ。俺やな、大仁田氏にはな、肉体的にあいつ何針塗った。1000針以上塗ってるだろう。そのほとんどが俺なんだよ。肉体的にはな、もうとことん痛めつけた。精神的に潰してやると思ったんだよ。それで俺ウィングを作ったんだよ。でもな、あいつはな、俺がな散々精神的でいたぶっても根を上げなかったな。そこで俺思ったんだよ、こいつこそ俺と本当に死闘ができる、本当に命を懸けたデスマッチができる男だと。俺は半分あいつを掘り直した。俺はな、それでな FM に戻ってきたんだ。俺からしたらな、ウィングの連中には悪いけどよ、
そんなの最初から俺の計画だったんだ。分かったか。電撃的に見えた乱入劇だが、ポーゴには予定通りの行動だった。この日から再開された大仁田との抗争は熾烈を極めた。特に刃物を中心とした凶器はポーゴの代名詞となっていく。凶器凶器って言うけどよ、凶器じゃねえんだよ。武器と言え。武器だ。俺がな、大仁田と死闘を繰り広げてリングでやってる時に、何かここで何かあったらあいつを潰せる、ここで何かもう一つあったらあの野郎の首根っこを叩き切ることができる。やっぱりリングの中でとことん追い詰められて、それで考えて、そうか、これがあったら別にあの野郎を潰すのも簡単だ、あれがあったらいいんじゃないか、それが形になってできてきたもんなんだよ。それが武器だ。俺はプロレスに喜びも悲しみも胸いっぱいいただきました。本当にありがとうございます。5月5日宿敵大仁田がリングを去り、ハヤブサを中心とした新生 FMW が産声を上げた。果たしてポーゴはこの若者たちをどのように見ているのだろうか。俺の手下どもはな、相手にやってる若者たちだろう。新生 FMW っていうのは俺はやだよ。格が違えじゃねえか、格が違うじゃねえか。あいつら100万年早いよ。まあ俺の手下でも相手にやってくれや、チャンスを与えてやる。じっくりじわじわとな、チャンスだけ与えてやるよ。新生 FMW の他にもポーゴの首を狙う男たちがいる。ウイング金村もその一人だ。プロという面、レスリングの面、いろんなことを本当に教わりましたんで、敵と思ってる同時にものすごく尊敬してます。未だにそれは目標でありながら尊敬だけは持ってますね。そしてウイングの時からフォームを追い続けるミスターデンジャーこと松永光弘。今世紀最悪のというか今世紀最大の悪党だと思ってますから、倒しがいがあるし自分のスタイルもぴったりなんで、絶対に倒してみる見せたいなと思ってます。一方目標とされたフォームは自分の手足となるレスラーを確保し、究極の軍団リーサルウェポンを結成した。お前よく聞け、俺たちはな FMW だろウイングだろ、あいつらみたいな仲良しこいつじゃないんだよ。いつ明日にでも俺はこいつらと戦うことになるかもしれねえけど、まあそのうちにしてるわ、楽しみにしてるわ。リーサルのメンバーはポーゴについてこう語った。そうだね、ミスターポーゴかつて、ね、何度もタッグを組んだり裏切ったり裏切られたり、まあいろんな経歴があるけどミスターポーゴとは、ただ一つ言えるのは伊達にキャリア積んでないし、ミスターポーゴはとにかくこうねタッグを組んだりすればあれほど強い味方はいないし、ミスターポーゴ、敵に回したくない。ヒーローとしては本当に世界一のナンバーワンですね。まあいろいろこれからね俺たちも学ぶこともあるし、ミスターポーゴからそのためには俺たちのボスで居続けてもらわなければ困るわけだし。果たしてこの軍団の目標とは。デスマッチ、アメリカンスタイル、ストロングスタイル、ルチャリブレか、何でも来い、何でもできる軍団、それがリーサルウェポン。何でもできる、本当にどんなもんでも立ち向かっていけるモーラーを持った究極の軍団、それがリーサルウェポンだ。
かし勇ましい言葉と裏腹に東郷自身に以前の目の輝きは見られないのだが、俺は別にな、おとなしくしてるわけじゃねえんだよ。沈黙してるわけでもねえんだよ。ただ相手がいねえんだよ。大仁田氏、あいつはとことん俺を燃やしてくれたよ。心底燃やしてくれたよ。ライバル、のライバルだ。だけどよ、あの野郎辞めちまったじゃねえか。大仁田もしくは大仁田以上のライバルを俺は望んでる。ハヤブサ、松永、てめえら俺を熱くできるかよ。別団体、三重団体あるじゃねえかよ。団体の誰でも俺を熱くできるか、大仁田以上に俺を熱くできるかよ。それでもしな、てめえら俺が熱くできたらよ、俺は本当嬉しいよ。その時はな、この鎌がな、本当に喜ぶと思うよ。この鎌が俺の新しいライバルを待ってる。血が騒いでるんだよ。誰でもいいから俺の新しいライバル早く出てこいよ。